こんにちは、 M コーポレーションのカゼミです、本日は、発売9月18日の発売から1ヶ月、経過しました EMU W150 の魅力をですね、再度、お客様に、お伝えしたいなと思いまして、題して EMU W150 の3大特徴ということで3つの、特徴ですね、抜き出しました。で、1つ目が1番、2.5 インチのストレージが最大7台と、やはりこのコンパクトサイズの中に 2.5 インチとはいえハードディスクが7台詰めるという、PC ケースはこの世の中にこの PC ケースしか存在しませんので、非常に重宝がられております。で、弊社はですね、当初やはりその最大 14TB ということでデータストレージですとか、録画されたりとかですね、動画の取りだめ用のマシン、データ用のサーバーとかっていう、使い方を想定していたんですけども、蓋を開けてみますとですね、お客様からこのレイドが組めるのが嬉しいと、この大きさでレイドが組めるのが嬉しいという言葉をよく聞きます。レイドの0、1っていうのは当然なんですけども、例えば0たす1、1たす0と組んだとしても、最大ハードディスクが7台詰めますので、レイドを組んだ上にしかもストレージ用のハードディスクを追加することができるというところに、魅力を感じていただいているお客様が結構いらっしゃいます。そして、2番、とにかく小さいと。幅が150、高さが200、この奥行きが225mm と。非常に小さくてですね、わかりやすく言うとですね、このペットボトル、500ml 入りのペットボトルが6本、ね、この大きさになります。で、よく、言われるのがですね、写真や動画で見るよりも小さいですね、と。思ったよりも小さいというふうにおっしゃっていただくお客様も多いので、これぜひですね、店頭、あと弊社のホームページでですね、このペットボトルとの比較画像を出してますので、ぜひご覧ください。そして3番、高級感があると。このような丸みがあってですね、シンプルなデザインというところで、実はですね、マッキントッシュのユーザー、アップルのユーザーですね、からですね、意外と好評です。どうしても仕事で Windows を使わなければならないとかっていうお客様がですね、この EMU W150 を使って、自作をして、自宅にあるアップル製品と並べておいていると、しかもこのアップル製品と並べておいても平気だというお声をいただいています。結構このアップル製品、マニアの方はですね、隣に Windows 製品ダサいから置きたくないというお客様も結構いらっしゃるんですが、横に置いても平気ですというお言葉をいただいていますので、これは実際見ていただくと、写真とかではなかなか伝えきれない高級感ありますので、ぜひ店頭でですね、ご覧いただければと思います。で、もう一つ、最後にですね、これ本当にもう一つ言わせていただきたいんですが、実は組み立てやすいです。いろいろな、自作の板にですね、顔を出して、実は拝見しております。やっぱり組みづらいんじゃないか、ケーブルごちゃごちゃしてるね、なっちゃうねっていう意見をよく、目にしますが、実は、組み立てやすい。ケーブルマネジメントも実はやりやすい。なぜなら、この PC ケースの構造自体がセパレート構造になってまして、マザーボード側と電源側、ハードディスク側と分かれております。その上、例えばこちら電源側になりますと、ここはハードディスク、こちら電源になりますので、ここにケーブルを回せるマネジメントスペースがあります。そして裏側、このハードディスク、ごめんなさい、マザーボード側ですね。こちらの方もフロント側と、こと下の部分ですね。に、ケーブルマネジメントのスペースが確保できておりますので、見た目よりですね、非常に組み立てやすい。初心者の方でも、比較的綺麗に、ケーブルマネジメントができるケースとなっております。はい。ぜひですね、秋の夜中に PC の自作というところで、この EMU W150 お選びいただければと思います。カズリンでした。